Active Shin Channel, which introduces delicious gourmet food to spectacular scenery while driving through Hokkaido. Traveling alone in southern Hokkaido for 3 days and 2 nights, enjoy the spectacular scenery and gourmet abalone cuisine. こんにちは、アクティブシンチャンネルのシンです。なんと今回の旅グルメ北海道は道南2泊3日の一人旅でございます。久しぶりの温泉宿にソロキャンプに函館観光と絶品グルメ、めちゃくちゃ楽しみ、テンションマックスでございます。今回の旅グルメ北海道は盛りだくさん。1日目は八雲の温泉宿に1泊、2日目は大沼でソロキャンプ、3日目は本物の最後のものの句を訪ねてみる。そんなことでバタバタの旅グルメ3日間よろしくお願いします。今回は下の道を走って八雲を目指し、途中中山峠の道の駅で休憩します。今回はコペンでキャンプの予定、コペキャンなので車内は荷物満載です。天気予報では大きく崩れることはないはずです。札幌の温泉地定山渓温泉は道路も広くなり、建物もリニューアルされ新しくなった宿が増えている。中山峠にはまだ雪が残っています。外気温は13度です。中山峠の道の駅に寄っていきましょう。ここの名物の揚げ芋を買います。中山峠の道の駅に到着。中山峠の揚げ芋はジャガイモのアメリカンドッグみたいな3個丸々串に刺さっている。買いに行きましょう。揚げ芋は年間40万本は売れるという人気の商品。とりあえず車の中でいただきましょう。これが中山峠名物の揚げ芋です。それでは早速いただきましょう。お好みでケチャップをつけて。じゃがいも1個がでかい。変わらない美味しさです。じゃがいも3個はなかなか多い。晴れてはいないけど雨が上がったので、オープンにして
開かない屋根はない。このまままっすぐ八雲に向かいます。八雲に気になるドライブインがあるので、そこでお昼をいただきたいと思います。昼をいただくドライブハウス金太郎さんに到着しました。入店しましょう。遅い時間なので空いている、お好きな席にと案内されテーブル席に。メニューは豊富な定食から麺類のラーメンに、そばにうどんまで。注文した刺身定食が着丼しました。この盛りで1320円はお得感ありますね。早速いただきましょう。刺身の舟盛りに、小鉢はきんぴらにオクラのごま和えと、ご飯と味噌汁にお漬物がついている。大好きなマグロからいただきましょう。お刺身はマグロ、サーモン、タコ、イカ、ブリ、エビ、カレイ、シメサバ、アジに謎の昆布締め。見ての通りボリュームがある刺身定食です。周りのお客さんはラーメンを注文している人が多かったみたい。結構な丼が大きいのでボリュームがありそうなラーメンです。お刺身は特別に美味しいというわけではないんだけど、これだけのボリュームがあれば満足です。確かメニューにボリューム自慢と書いてありましたね。気になったメニューに金太郎ラーメンってあったな。お店の名前を冠したラーメンは気になります。機会があれば次回は金太郎ラーメンを食べてみたい。刺身はスーパーレベルですが、量がすごい。ごちそうさまでした。完食でございます。さて、お腹が満たされたので、次は
八雲の絶景ポイントに向かいます。ドライブハウス金太郎からすぐのところにあります。町の観光 PR 雑誌の表紙にもなっている噴火湾パノラマロードです。道路の両サイドには300本の白樺が整然と並び、上から眺めると眼下に噴火湾が広がる絶景の撮影ポイントです。坂を登りきると噴火湾パノラマパークがあり、天気が良ければ羊蹄山を望むことができます。すぐ近くにはキャンプ場八雲オートリゾートがあり、人気のスポットになっている。北海道らしい青い空に青い海と白樺並木のビュースポットになります。交通量は少ないけど車には気をつけての撮影になります。さてと本日の宿圭一温泉に向かいましょう。山の中にある秘湯温泉圭一川のそばにあります。温泉宿になります。八雲町は日本で唯一太平洋と日本海に接する町になります。山道を抜けて雲石峠を越えたところにあるみたい。約20分くらいの山道ドライブになります。ここが入り口かな。左折します。なかなかの雰囲気がある場所です。本日の宿、健一温泉宿に到着しました。お世話になります。こんにちは、本間です。本間様、はい、お待ちしておりました。はい、すいません。はい、どうぞ。お履物は中でお預け。お茶とコーヒーはご自由に。はい。あ、はい、はい。次あたりがお手洗いと洗面台になっております。はい。お手元座れますか？いや、座れないです。はい。はい、あとですね、テレビがですね、本日の部屋は2号室。はい。はい。はい。じゃあ、ちょっと行きましょうか。6時ですね。6時になります。はい。部屋の鍵を預かって。はい、ありがとうございます。川の見える部屋です。川のせせらぎが心地よい。部屋の中は至ってシンプルで、テレビと寝具のみ。テレビは BS のみの非日常です。
ガムテープはカメムシ対策だろうか。自慢の温泉に入りに行きます。ビールの自販機を確認。健一温泉は湯治宿として明治初年から源泉かけ流しの湯治宿として続いている温泉宿です。温泉は少し厚めの温度で体の芯まで温まる感じ。露天風呂から見える景色は最高。風呂上がりのビールは最高です。この景色とビールがあれば満足。さあ、本日のメインイベントの始まりです。あわび尽くしの料理の数々。なんとも贅沢な晩ご飯です。いただきましょう。まずはアワビのお刺身から。お疲れ様です。天ぷらはインゲンにワカサギにコーン。天ぷらはお塩がうまい。ワカサギの天ぷら。トウキビの天ぷらは食べたことがないな。うん、うまい。エゾバフンウニ。
新鮮でないと食べられない一品。ビールからレイシの国まれ。アワビの炊き込みご飯が炊けました。アワビのステーキは日本酒に合うな。アワビのステーキめっちゃ柔らか。締めはアワビの炊き込みご飯を、出汁が染みてうまいね。アワビ尽くしの料理の数々を美味しくいただきました。ごちそうさまでした。北海道をドライブしながら絶景にグルメを紹介していますので、楽しんでいただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。